はい、学術育ち農園です。これからやっていきたいのがですね、まずこれを見ていただいて分かる方いらっしゃいますかね。太陽の子と、ストロベリートマト、まあ、この品種のある野菜を育てていくんですが、それがですね、食用ホオズキですね。これは、ストロベリートマトの方になってます。でもう一つ太陽の子はですね、まあ、ちょっと種の方ですが、こういった形かなり小さいですけれども、まあ昨今ですね、まあそうですね果実系の需要というのはかなり高いというところがあります。まあ元々の果樹で代表的なのはやっぱり、まあ、ブドウとかリンゴとか、そういったものなんですけど、戸隠のようなですね、標高、まあ、750メートルのところはですね、まあ、果樹とかっていうのはかなり向いてないです。で育ててる方も、まあ、いらっしゃることにいらっしゃるんですが、まあ、ほとんどそうですね、まあ、野菜か米かとかなってくるんですけど、そんな中ですね、そういった標高の高いところとか、あと雪深いところでもですね、栽培できるのはできて、まあフルーツ的な感じといいますかね、まあほとんど野菜の分類帳は野菜にはなりますけれども、まあフルーツのようにお客さんとかですね、まあ一般の消費者さんには認識されるのはやっぱり食用のホオズキとかは、まあフルーツ的な感じでいけるんじゃないかと。うちのあるところの、まあ、隣の方ですかね、白馬村とかはですね、まあ、食用ホオズキかなり大きくやってるところもあります。生食もできますし、ジャムとかの加工とかですね、形が悪い場合はそっちの方に回せたりということもあるので、そういったのが広まっているんですけれども、まああんまりそうですね、戸隠の方はやってなくてですね、まあ、戸隠のですね、ある、まあ、お蕎麦屋さんとかですね、旅館さんからですね、ちょっと作ってほしいという依頼を、いただいてですね、これからやっていきたいと思うんですが、実はもともと食用ホオズキは作ったことがありまして、今も販売されてるんですけど、キャンディーランタンという品種ですね、それは作ったことがありました。まあ、ただまあそうですね、せっかくやるならですね、結構まあ有名なというか、キャンディランタンも美味しかったんですけど、もっといいのがないかということで調べて、で長野県の品種ですね、太陽の子、まあ、こっちはどちらかというとちょっと予備というか、まあ、生食もいいんですが加工が多分メインの品種かなと。で太陽の子についてはもう生食かなり結構人気のある評判のあるですね、品種になってますので、まあ、もしですね、この、まあ、取引先とかですね、出したいとかそういった品種であれば、まあ、太陽の子の方がいいのかなと思ってちょっとやってみてます。でまずはちょっと種まきになるんですが、もうすでにですね、こう土は詰めてある状態ですので、まあ、あとは種をまいてというだけなんですけれども、やっていきたいと思います。はい、でこれでですね、5列の、6なので 5×6 で30株分ですね、ここが植わりました。かなり小さいので、本当はまとめて取って1個ずつこう落としていきたかったんですけれど、
ちょっとそれが無理そうなので一つずつ。でしかもこの、まあ、種まきバイドの中のですね、ちょっと大きいちょっと石のようなものと種がかなり似てますので、ちょっと忘れてはいけないと思って1,2,3と言いながら置いてみました。でこれがまあ何列目までやったかの、まあ、目安ということでやってみましたね。はい。では、ストロベリートマトですね、こちらを植えていきます。よし、はい、ここまでなので、まあ、途中ですね2粒合わせておきたんですが、まあ約30株分できましたね。でこの2列だけちょっと空いたので、これはまたそうですね、何か種を見つけてちょっと植えたいとは思います。まあ一応30株ですね、太陽の子と、ストロベリートマトの種まきですね、終了しました。で、まあ、ただ種を置いただけになるので、これで覆土を必要になるんですけれども、またですね、これも以前やってますけれども、イネニカを使用していきたいと思います。で、まあ、ホオズキもですね、ナス科になりますので、まあ、光を必要としない、結構健康性と言われますけれども、そういった性質であるという考えからですね、まあ、覆土若干厚めにですねやろうかなと思います。でナス科にも一応イネニカいいという成果ですね出ているというか、論文上ですけれどもそういったのを見てはあるので、まあ、計算ですねいいというところがあるのでちょっとやっていきます。ざっくりですけれども、イネニカ覆土ですね終了いたしました。これでですねまた水をあげて、発芽、そしてまた、定植、そして収穫までですね頑張っていきたいと思います。それでは、食用ホオズキのですね、種まき動画終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。